次いきますね。で今度は腎臓を見ていくでしょうね。おへその斜め上のところ、これを押さえます。それから反対側の声にします。まあ、大丈夫ですか。右左の差がないかどうか、あの患者さんが苦しむことは絶対押さえませんので、右押さえたと左押さえたの押さえられた時の差があるかないかです。じゃ次これと、あと次これ。どんなんです？差はちょっとあります。左の方が、うん、なんかこうなんていうんですかね、押されてるっていう感じが、ね、押してる方もですね、左の方が硬いんですよ。うん、これと、はい、それからこれと、あ、左の方がちょっと辛いですね。でこれと。はい、大丈夫です。これと、はい、これ。その辺はほとんど変わらないです、ね。うん。これはおへそですか？この辺が。もうちょっとしたら、ね。もうちょっとこの辺。はい。おへそを抑えられた感じで、うっとくる感じあります？大丈夫です。うってくる感じ。じゃあおへその右左はどうです？大丈夫ですか？左の方がちょっと。でこれはどうです？上は、下は。これは大丈夫ですか？上の方が。上の方がなんか押されてるっていう感じがちょっと、うん、でここ昨日今日やなんかでお腹の具合で下痢っぽくなってます？それはないですか？朝が、うん、なんか1回でできらないんだかなんだかで、うんうん、最近朝3回も出るんです。わかりました。でその3回のうち、うん、大体1回ぐらいは下痢してるんですけど、よっしゃよっしゃ、それで言ってみましょうね。はい、で、おへそのちょっと上、これですか？これはなんか嫌な感じがあります？ちょっと嫌な感じですけど、おへそ自体もちょっと嫌な感じ。ああ、じゃあ自分で、ほぼ両手でもいいですから、こう押さえてみてください。わかりますか？ここちょっと硬い気がするんです。硬いですよね。で、今日はやっぱこのおへ、本当は手からやりたいんですけど、手はあそこ押さえてもらってますので、でなんでこう右足のこれからやるかというと、左をやると胃腸の系統に関係してるんじゃないかというふうに、考えられるといけませんから、まあ、一番遠いところでこの左の足からって言います。あ、右の足からですね。でこの量というのはちょっと効くか効かないかのギリギリぐらいだと思います。この量もですね、でもうちょっと出してみましょうかね。もうちょっと出すというのは、もう一回刺してみましょう。このくらいになると有効だと思いますので、こうですね。痛いですか？痛くない。あ、そ、あの注射が打たれた瞬間はちょっと痛いですけどね。20。ここ？胃の話？そこまで押さえないでくださいね。足はね、あの血が出てるのは痛くないんですよ。でも血が出てるのを見ると。痛いだろうなと思うんですよね。でも出血自体は何も痛くはないですから、非常に出が悪いですね。もう一回ちょんといきましょうね。大丈夫です。もうあと5回ぐらいちょっと出が悪かったから出します。30回から40回の間ぐらい、やればいいんですけど、じゃあ、正確な回数何回だって言ったら、それはもう患者さんが良くなる回数です。50回からもしれませんし、10回で良くなるかもしれません。それでさっきお腹を押さえた感じと今度で違いがあるかどうか、そのおへそを押さえてみてください。どんな感じです？なんか押さえてるっていう感じがちょっと減ってるような感じがします。そうですか。はい。このくらい出るともうだいたい OK なんですよね。本当はもう一番少ない量で、あの治療効果が上がればいいんですけど、まあ仕事としてやってる場合は少なかったから効きませんでした、じゃあもう一回やらせてください、これはちょっとですね、あのお互い時間の無駄になりますから、このくらい出すのとこのくらい出すので
時間の差はほとんどないわけですから、もうきっちり効くだろうなという量を出した方が仕事としてはいいと思います。30、はい、もう一回お腹を押さえてください。さっき押さえた感じと今で違いがありますか？なんかちょっと楽になった気がします。よろしいです。今やってるのは全部副交感神経抑制する手足の薬指ですから、それでこれと同時にですね、まあ終わってからでもいいんですけど、左側の肋骨の際のところの痛みがありましたですよね、あれがどうなってるかっていうのももう一度確認した方がいいかもしれません。何回20くらい今ね、見損なってました。30分から出てるから助手の助手と、はい、押さえてください。どんな感じです？変わらないですね。もうこれ以上変わらないですよね、はい、だからそれ以上はもう必要ないんですよ。さてと、ですここの際のこれ痛かったですよね、はいはい、痛かったですよね。今同じ押し方ですか？いやいやいや、あなたが押さえるんです。ご自分でこの際際のところをさっきと同じところを同じように押さえてください。でその押さえた感じとこっちと比較してください。なんか右の方がちょっと痛いような気がしてきた。そういうことですよね。す変わったわけですよね、うん、ということは左が良くなったんですよね。今こっちはやってないですよね。こっちはやってないです。やらない。越後横だけですから、これおそらく胃の症状でしょうから、その胃の症状が交感神経異常興奮の、まあ、胃潰瘍の部類だと思いますけどが起こってた。で、今度はもう一つですね。これはこの押さえた感じとこの押さえた感じどうです？これがおかしい。これはこれは大丈夫です。これはこれはどうです？あ、そこが一番痛いです。これですね。ご自分で探した。だこれは別なんですよ。腸でもなければ胃でもない。これは腎臓ではないから。わかりますか？いいです。で、本当はここで腰の痛みがどう変わったかっていうのを見たいんですけど、あ、見れるな。ちょっと見ましょう。起きてください。はい、ここ立っていただいて、後ろに反るだけですから、でさっき反った感じと今度反る感じで腰の感じの違いがあるかどうかやってみてください。どんなです？もういいです。どんなです？違いがありますか？かなり反ってるので大分になってると思います。うん、あ、そうですか。はい、わかりました。はい、寝てください。これぐらい素直な生き方だったらいいんですけど、なかなか良くなった事実を認めようとしない人もいますね。素直なモデルさんでよかったな。で、先ほどの運動であるかどうかっていうのを確かめるのに、左足の F3 をやってしまうと、なんか体性神経的な問題で、なんかあそこのなんか痛みが取れたんじゃないかと思われるといけませんので、腎臓の治療に右の F3 をやってみたいと思います。そうするとこれで良くなればあれは間違いなく腎臓だっていうのが分かるわけですから、それで変わるかどうかっていうのを試してみましょうね。手術しなくて面白いでしょ。そんなことができますからね。毎日治療やっててね、楽しくてしょうがないんですよ。今度はどんな患者さんが来るかなと思ってですね。この顔を写すとダメでしょうけど、指写してるのは動画撮っても大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫です。足の指であなたを確定することはできませんからね。足とお腹だけなら大丈夫だっていうことですか。顔もでもそんだけマスクしてればあんま分からないと思うんですけどね。何回いきました？30。お、30いきました。それで、左手をギュッと押し込んでみてください。どんな感じです？先生押していただけますか？なんか自分で押すとよく分かんない。いやね、あんたが押したからどうだって言われると嫌だから自分で押してもらってるんですよ。いや、痛みがなんかいい、はっきりしろいみたいな。なんか少ない気がしますよ。でね、半分以上は治らないかもしれません。でもどんな感じです？もう一回押さえてみてください。左と右を比較するんです。同じ場所の、それと反対側、もうちょっと外からでしょ、こっち、その辺と、そのこっちが右と左を比較するんです。
まだ右左側の方が何か抵抗感あります？いや、同じ同じ、かえって左の方がちょっと楽かもしれない、楽かもしれないです、うん、だ真ん中のそれはまた違うのかもしれないんですよ。あ、ここ、うん、もうちょっとそっち、うん、その辺、まあ、左の痛みは良くなってしまったわけですかね。良くなってます。良くなってしまう。で、あれは腎臓だったということですよね。はい、じゃあ起きてください。はい、これでもう一回腰を後ろに反らせていく。で、さっき胃腸の治療をやって、まあ、副交感神経の胃の治療をやった場合と、今度腎臓の治療をやった場合の違いがあるかないかを、さっき反った感じと今どんなです？いいですよ、ね。楽です。もっと楽になってます？楽です。はい、そういうことですね。だから腎臓を抑えた感じが楽になって、腰を後ろに反らせるっていうのも楽になったということですから、あの 100% ではないと思うんですけど、腎臓の腰痛があったんじゃないかっていうのが分かるわけですね。はい、上向いて寝てください。だもう腰痛でももう今これで2つでしょ、ね、で右の辛さ、ここは何かっていうと肝臓か胆のうしかありませんので、じゃあもうちょっと、方向転換してこれいきましょうかね。分かります？これを僕だけが抑えて、ああ右が硬さはですねとか、右が緊張はしてますねとか言ってもですね、本当かお前なんかこう作り話してないかって言われそうですけど、患者さん自身がさっきは左が痛かったのが今は、あの手緩くしておいてくださいね、抑えないでくださいね、今は右が辛くなったっていうわけですから間違いないわけ。で肝臓の治療は F2 の右足の F2 をやって、その後 F6 この人差し指もやるんですけど、まあ肝臓の症状だけちょっと見るには F2 だけで十分ですの でちょっと治り方足りないなって言ったら、え25足りないなって言ったら F6 やってるから、それでも右側に痛みが残ってるっていうのは今度は胆のうですから、右の F5 をやってるから、よいしょ、もう一回一番出にくいんですね。はい、右の肋骨の際は押さえてください。違いがありますか？あります。楽になってますね、はい、はい、ということですよね。自分で言ってるんですか？間違いない、はい、これ肝臓の症状ですね。はい、もう一回痛みを取ってみた方がいいかもしれないですね。で、やってみたいと思います。首を一回ぐるっと回してみてください。ぐるりん、反対回しましたよ。ぐるりん、大丈夫です、はい、じゃあ下向いて、で上見上げてみてください。見上げた感じどうです？もっと上見上げてくださいこの感じ、痛みはないですか、はい、でこの見上げてる感じも覚えておいてくださいね、はい、はい、じゃあ下向いて、で頭のてっぺんにこうですね、でこれ1回の出血量はこのくらいです。このくらいの出血量で大体15回前後、10回から20回の間10、よいしょ。でもう一度首をぐるっと回してみてください。回ってる感じ違いがありますか？楽ですね。楽になった、はい、下向いて、で上見上げてみてください。これはあんまり変わらないですかね。いや、見上げじゃないけど、うん、楽になってます。はい、じゃあ立ってください、はい。